よく聞け。よし、行こうぜ。やっつけちまおう。前にホールドアップと総攻撃については教えたな。今回はそいつの応用編だ。ホールドアップには敵を倒す以外の生かし方もあるってことを教えてやる。シャドウってのは人間の心から生まれた存在だ。当然言葉だって喋る、つまり会話できるってことさ。わかるか？追い詰めてから話しかければ命惜しさに自分から金品を差し出してきたりもする。実際その方がただ倒すよりいいものが手に入ることが多い。さて、じゃあ最初のステップだ。敵をダウンさせてホールドアップしてやれ。まあそういうことだ。さ、金なり道具なり出してもらおうか。ごめんね。あれ予想外の展開。いやそういうことなら仕方ない。もう行っていいぜ。マジ？残念だが急いでるんだ。何が起きてる？すっげえ！我は汝、汝は我。なんだよ今の。何が起きた？
シャドウか？まさかお前、シャドウの姿や力をペルソナとして取り込んだってのか？ペルソナ！いただいていペルソナを使えちまうのか。すげえな。なんだって？よっしゃ！正体を見せろ。どんなに殺し打ち？よし、こちらの先生だ。奪え！ここでペルソナだ！くらえ！ゾン！仮面の変態のくせに。
暴いてやる。何者だ。よし、こちらの先生だ。テルサ、この技じゃない。それ、我が半身。どうだ、この華麗な技。次次。うん、ご苦労様。よし、余裕のショ。暴いてやる。何者だ。とんでもねえやつらだ。先制攻撃チャンスだ。行け、食らえ。ざまあねえな。やるよ。どうだい、あばよ。さて、おい、これ。坂本の言ってた言葉言っただけでこんな。姫。ん？姫！ああ！なんか前よりシャドウ多くね？ここまで来るだけで一苦労じゃねえか。お前らが鴨志田挑発したせいだからな。にしても鴨志田のやつ、ずいぶん警戒してるな。お宝盗むって何やりゃいいんだよ。慌てんな。まずは潜入ルートの確保だ。潜入ルート？お宝のありかまでのルートだよ。けどやり遂げるには正直もうちょい戦力が欲しいな。せめてあともう一人。お前、記憶ねえっつう割にはそういうことだけは覚えてんだな。こいつ本当に記憶喪失だと思うか？そんな風に思ってたの？大げさなこと言って、ただの野良猫ってオチじゃねえの？そんなはず。しかし姫はどうしてあんなところに。姫？侵入者の反応を追ってたはずなんだが。何でもいい、早く姫を鴨志田様のもとへ。姫ってなんだ？調べといた方がいいぜ。これ質問から逃げやがった。城とかナビも謎だけどよ、ぶっちゃけモルガナが一番謎だよな。そうだ、終わり。俺なんだっけ？スカルだ。やべえぞ。早っ。アンドロがお前らの知り合いのシャドウに連れてかれてる。は？いや、さっき追い返したろ。アンドロがナビを持ってたらありえない話じゃないぜ。まさか俺ん時みてえにいつの間にか。せっかく逃がしてやったのに、てめえから来たのかよ。くっそ。
よし、よし、行こうぜ。ジョーカー、ジョーカー、ごめんな、あんたも撮影暴いてやる。そうじゃない。我が半身ドロー、残りはやる気。我が決意の証を見よ、意を示せドロー。さあ観念しな。いいけど、ほう、はあ、よし、まあこんなもんか。さて先を急ごう。警備をさらに強化しろ。そうじゃない、まだやれる。フェイス、別の手があるはず。ダメだ、どこにも逃げ道がない。そんな、くらえ。はぁ、マジ最悪。ここでペルソナだ。倒したな。んじゃ先行くか。暴いてやる。何者だ。先制攻撃チャンスだ。行け、そこか。ペルソナ、くざばれ。ペルソナ
状況分かってねえよ、あいつ。早く助けてやろうぜ。いいか？よし！なんなのこれ？マジで警察呼ぶから。そいつが侵入者か。誰そいつ？てかここ何？なんで学校がこんなになってんの？こんなの俺の案と間違うとはな。怯えてるのか？その格好、正気？いいんだよ、ここは俺様の城、欲望の世界なんだからな。何それ、こんなの風俗とかってやつでしょ。息のいい奴隷だ。シャレになってないっての？ふざけんな、カモシだ。俺様に意見してるぞ、どう思う？口答えなんて許しちゃダメです。というわけで処刑だな。どうやって遊ぼうかな。バラバラに解体しちゃおっか。マジな？ひでえ。部員の女子のこともこんな風に見てやがったのかよ。おい、あれ、トコモキ、これからお楽しみって時に。こいつ何なの？てめえ、何回来るんだよ。どうせお前もそこの族どもと同じだろ。俺様に文句があってきたんだよな。けど名前忘れたけど、あいつ飛び降りたのお前のせいだからな。え？お前が相手してくれないから代わりしてもらったんだよ。ふざけないで！やめろ！それ以上動いたら即殺す！
くそ。お前らも見ていけよ、解体ショー。やだ、やめて。まずは服からバラしちゃおっかな。やだ先生、ドエロすぎ。おい、どうすりゃいいんだよ。高脇。これさ、天罰かな、司法の。最初からそういう顔してりゃいいんだよ。司法、ごめん。そうだよね、こんなクズに言われるがままなんて。だからよ、奴隷はおとなしく。うるさい。もうね、無理。マジでムカつきすぎてどうにかなっちゃいそうよ。まったく、出番が遅すぎるのよ。お前が立ち向かわないで誰が恨みを晴らしてくれるの。許す気なんて初めからなかった。お前の中のもう一人のお前がそう叫んだ。我は何時、何時は我。やっと契約結べるね。超えるよ、カノメ。わかった、もう我慢しない。そうよ、我慢なんかしていても何も解決できない。わかったのなら力を貸してあげる。私、あんたなんかが好きにできるほどおやすい女じゃないから。こいつ、司法から全部奪って踏みにじった。あんたは許さない。あんたの全てを奪ってやる。これ以上好き勝手な真似はさせん。もう我慢はしないっての。好きにやらせてもらうんだから。行くよカルメン。鴨志田様の愛情を理解できる小娘が死んで詫びろ。女を欲望のはけ口ってしか見てないクズだ。愛だなんて笑わせんな。行くよカルメン、思いっきりやっちゃおう。ベルトだ。カルメン、いいぞ、ノックダウンした。今はそいつと話してもダメみたいだ。今はそいつと話してもダメみたいだ。ガチで行くよ。とどめだ。ここでペルソナだ。くらえ。
サンキュー。我ながら惚れ惚れする。ペルソナーカルブン、いいぞ。敵がダウンした。ガチでいくよ。いい感じやるぞ。うちら最強じゃない。マジかよ。待て、お前なんで入ってきた。つーかどうやったんだよ。おい、レディに対してそれはないだろう。大丈夫か、アンドノ。アンドノっていうか、これ何、生き物。ねえ、ここどこなのよ。落ち着け、大丈夫だ、心配ない。落ち着けるわけないでしょ。あれ、私なんでこんな格好してんの、いつの間に。やだ、何この。だから落ち着けるわけないでしょ。こいつは参ったな。すぐに追ってかくる。のんきに説明してる時間はない。仕方ない、一旦引くか。これからって時に邪魔しやがって。ったく、しょうがねえな。ほら肩貸せ。お前そっち頼む。どっちがいい。炭酸じゃない方。どっちも炭酸だ。じゃあ